同僚の皆様こんばんは、翔です。ということで、今回は、皆さん、もう知ってる方多いかもしれませんが、まあ、このお知らせの画面にもうしてあるんで、結構探すのめんどくさかったんで、もうこの画面からスタートしちゃうんですけれども、はい、マニーショップというものがね、できると。もう近々、多分本当に、11月9日の、メンテナンス後にできるんじゃないかという話が、ございまして、今回、マニーショップが何かということを、ね、若干予想しながら、ご紹介したいというふうに思います。はい、非常に楽しみですね。今までマニーの使い道はグルーブの変更であったり、ライブパレードの花火だったり、そういうアイテムで動員数を上げたりとか、あとはルームのアイテム買ったりだとか、まあ、ちょっとまあまあ、言ってしまえば、イベントをちょっとやりやすくするものと、あとはルームでちょっと、追加機能としてまあなんかね。楽しめる要素としてマニーがあったので、直接的に何か、例えば、あまり関係することはあまりなかったのですが、まあこれね、今ここに一言、スタミナドリンクなど、いろいろなアイテムとマニーで購入できるショップというふうに、スタミナドリンクというふうに書いてあっただけでも、多分これだけでも、大いに、期待してもいいんじゃないかなというふうに、僕は思いますと。まあ、何がやばいかっつったら、このね、スタミナドリンクが、追加せられることによってですよ、いろいろやばいんですよね。本当に。皆さん今であったら当たり前かもしれないんですけど、今グルーブ毎日、グルーブのページからログインすると、スタミナドリンク当日30っていうのをもらえるんですけど、一昔前もらえませんでした。ちなみにあとミッション機能が、スタートする前は、ミッション毎日スタミナドリンク20ももらえてませんでした。あれが実装されて、ミッション機能が実装されてからボーダーは跳ね上がりました。はい、今のだいたい平均したボーダーになっていきますという感じでございますが、まあこれでね、より無課金プレイヤーが、かなり、やりやすくなってきたっていうことで、まあボーダーが、まあ、また一層ね、上がっていくんじゃないかなって感じかなと思いますね。マニーショップのおかげで、スタミナドリンクとか買えるということでね、より走れる方が増えるんじゃないかなというふうに、思いますね。ある程度ボーダーがちょっと上がる可能性は、ありますね。その、過去の前例見ても。っていう感じでございますね。で、僕は他にマニーショップには、これ、スタミナドリンク以外にも、例えば特訓アイテムとか売ってるんじゃないかな、というふう、ひそかなね、期待を抱いているんですけれども、僕自身がティアラ足りてないんでね、本当に。イヤリング足りてない人も結構、まあ多いっていうふうに、聞いているので、まあ、それを辺ね、ちょっと期待したいな、って感じですかね。まあ、その下にね、11月上旬追加機能で、同じく多分同時に来るんじゃないかな。特訓アイテムを交換できる機能なんで、特訓アイテムと特訓アイテムを交換できる機能なんで、まあ足りてない色どうして交換かな、多分わかんないです、その辺は。うん、対価交換なのかどうかっていうのは、まあ、ここはちょっと本当に予想できない範囲っていうか、まあ、ただね、どっちかっていうと上の方に、そのね、マリンショップの方に、アイテムの交換とか色々来てくれると嬉しいですねって感じですかね。はい、という感じです。なんで、もう11月9日のアップデートなんで、まあ今日がもう7日なのでね、あさって、グルーブが終わって、あさって、で、しあさってから、まあ、そのマニーショップというものができるので、おそらくね、おそらくね、できるので、まあ、非常に楽しみですね、どうなるか。また、できた時にはまた別途解説したいなというふうに思います。まあ、マニーとかも、今のところは、まあね、そうなってくると、マニーどうやって集めるのってなってくると、まあ、ここでちょこっと紹介すると、スタラン高い子で、スタラン高い子を上げておくと、をセンターにしておくと、1.5倍かな ?15 だったら、スタラン15だと 1.5 倍もらえるので、確か 1.5 倍だっけな、ちょっと。まあ、スタラン高い子をセンターにしておくと、いつもよりはもらえるので、まあそういう風にちょっとずつ工夫していけば、まあ今後ゲームの中でも、もうちょいコインが、ゲットできる、ゲットしやすくなるように、仕様になっていくんじゃないかなとも思うので、スタラン以外にもね。はい。今のところはスタラン、センターにして上げていくのと、マニーが、マニーアップの時間に通常楽曲を迷わすってことですかね。うん、って感じです。まあ、もうちょい詳しく分かったら、解説ですね。そのマニーショップできた時にまたさらに解説したいと思います。この動画良かったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はチャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。シフリン。シブリン。ってことにならないように、ジュエル大丈夫ですか？大丈夫じゃない人が多いと思います。そのジュエルが足りないあなたに
今回朗報でございます。なんと今回ゲームウォレットさんからゲームウォレットコイン5000円分を抽選で5名の方にプレゼントさせていただくことになりました。太っ腹、マジでほんと太っ腹でございます。まずゲームウォレットさん、さらにすごいです。いつも課金してる額の 5% 分さらに戻ってくるというサービスをやっております。詳しい内容なのですが、まずゲームウォレットさんのサイトに行きます。そちらに行っていただいて、でデレステを選ぶ。でデレステから選ぶと、自動的にそのデレステから iTunes ストアに移動して、 iTunes ストアからじゃあ起動しますかって言って起動して、そのいつも通り課金するだけで 5% 戻ってきます。はい、というサービスでございます。で、詳しい応募方法なのでございますが、下にある説明欄、概要欄から、リンクがございます。そちらの方から会員登録を、済ませていただければ、応募完了でございます。すでに、会員登録が済んでいる方は、大丈夫、リンクから行っていただいてログインするだけで、応募完了でございますと。こちら期間が、11月20日の23時59分までになっているので、ご注意ください。当選者の発表なのですが、11月25日金曜日に、ゲームウォレットの中で、発表がお知らせおよび、コインに付与になります。当選者のみに、行きますので、ぜひ、ご確認の方よろしくお願いしますという感じでございますので、ぜひ皆さん応募の方、よろしくお願いします。また、他の動画が、ございます。まあ、こちらの動画であったりこちらの動画であったりだとか、いろんな動画があります。また、この僕の真ん中のあたりに多分出てくると思うんですけど、アイコンがありますが、そちらの方からチャンネル登録の方、よろしくお願いします。ではまた。